昔々のお話です。赤ちゃんマリオとヨッシーの話です。夜明け前の暗い空をコウノトリが大慌てですっ飛んで行きます。そのくちばしに双子の赤ちゃんをしっかりと加えて急ぐ急ぐ。その時雲の合間から猛スピードで突っ込んでくる一つの影が、キーウキー、その赤ちゃんいただくぜ。うわー、そいつはすれ違いざま赤ちゃんをひったくって行きました。ああ、なんということでしょう。赤ちゃんの一人が落っこちてしまいました。一方ここはヨッシーアイランド。ヨッシーがいっぱい住んでる島です。一匹のヨッシーがお散歩中。今朝はとっても良い天気です。ん？なんと空からさっきの赤ちゃんがヨッシーの背中に落ちてきました。どうやら赤ちゃんは無事な様子。よかったよかった。おや？他にも何やら赤ちゃんと一緒に落ちてきたものが。どうやらこれは地図のようです。コウノトリが使っていたのかも。だけどヨッシーちんぷんかんぷん、仲間と相談することにしました。ウキーウキキキー。赤ちゃんをさらったのはカメックというクッパ城に住む魔法使い。赤ちゃんを一人落としてきたのに気がついて子分に探しに行かせます。仲間のところへ向かうヨッシーですが、どうにかなるさと気楽な様子。しかしカメックたちは島中で赤ちゃんの行方を追っています。果たして二人の赤ちゃんは無事パパとママに届けられるのでしょうか。はい、ということでどうもリーベです。スーパーマリオアドバンス3、今回からやっていこうと思います。このゲームね、ゲームボーイアドバンスなんですけど、めちゃくちゃやってたゲームの一つ。はい。このマリオアドバンス3が、なぜめちゃくちゃやってたかというと、二つゲームあるんですよ。そのうちの、一個、まあ、オープニングで、ずっと物語を喋っていたヨッシーアイランドと、これマリオブラザーズっていうね、これはスーパーマリオじゃないですよ。スーパーがついてないマリオブラザーズっていうゲーム。これも面白いんですけど、今回からやっていくのはヨッシーアイランド。行きましょう。いや、ヨッシーアイランドは、本当に思い入れのある作品の一つで、当時確かね、クリアはできたと思うんですけど、全然覚えてないんですよ。なんでこれを、ま、あの、ニンテンドースイッチにも、スーファミ、版のものが、まあ無料ではないけど、オンライン入ってるとできるっていうのがあるんだけど、それをやらずに GBA のヨッシーアイランドをやろうと思います。データ、これ消しとくか。一回消します。全部まっさらにして。さあ、これでデータ A でやるか。戻って、データ A スタート。なぜ GBA でやろうかと思ったっていう、やろうと思ったかっていうと、まずこの画質。今まであのファミコンの、なんだっけな、ゲームボーイプレイヤー。あれやってたんですけど、あの、サファイアとか。なんですけど、HDMI 出力に成功しました。まあそれも、別の動画で話そうかな、とも思ってますけど、っていう感じで。ここはヨッシー一族が住むヨッシーアイランド。空から落ちてきた赤ちゃんのおかげで大騒ぎ。
緑ヨッシーが、どうやらヨッシーたちは赤ちゃんが行きたがっているところがあるのに気がついた様子。ああ、なるほど。双子のもう一人の方に届けに行くっていうことなんだよね。双子同士呼び合うものがあるのでしょう。ヨッシーたちはみんなで代わり番号に運ぶことにしました。さあ、これからヨッシーたち赤ちゃんの冒険が始まりです。みんなで力を合わせて頑張って。さあ、代表してまず緑ヨッシー。まあ、これ通常色っていうのかな?から、出発だ。届けに行くぞ。いやー。はい、始まりました。ここはヨッシーアイランドと、いう感じで、敵に当たって赤ちゃんを落とすと、画面の上に出るスターのお守りの数が減っていきます。お守りなんだね、この10っていうカウント。それが0になると、カメ君の手下が、この子をさらいに来るぞ。早く次のヨッシーまで届けよう。お守りは10までなら少しずつ回復するけど、スターを取れば危ないためも少し安心。ああ、そういうことね。ざっくり説明だけど、で、これなぜ GBA でやろうかと思って、かと思った理由の一つ、ボイス、これこれこれ、このヨッシーのね、わーうーっていうこのボイスがね、もうなんか当時ずっとやってたのがこのボイス聞きながらやってたんでね、こっちのバージョンを本当やりたくてっていう感じで、まあ、ただね、ちょっとこれね、 GBA のアスペクト比、これ今出力してるものが16対9になっちゃってるけど、本当は違うんだよね、GBA って。踏ん張りジャンプと。はい。よいしょって、いう踏ん張りがあって、はい、ジャンプして。まあでも当時やってた自分からしたら、このゲーム結構難しい感じだったんで、まあ最近はメトロイド、もうクリアしましたし、多分、普通にいけるんじゃないかと思ってます。はい。で、全ワールド6のうちの今回1ワールドからもちろんやってくるんですけど、どこまでいけるかな?さあ、卵を作って投げろと。まあ、このヨッシーっていうヨッシーアイランドの特徴の一つである卵を作って投げていくと。はい、卵を作ろうと。はい、B で食べて、はい、下でね。B で食べて下で。うん。っていう卵を作ってそれを投げるというのが、まあヨッシーの基本的な能力だね。でスペシャルフラワー、このフラワーの5枚目を取った時ワンナップ、5枚目を取るとワンナップしていくと。で、卵を作って投げますと。でこれで倒すと、そういう感じだね。投げてみよう。あ、もう投げちゃった先に。まあどんどん進んでいけばいいかな。なので、これ階段ができるんだよね。いや、もうこのステージ何回やったことかっていうぐらいやったわ。はいはいはい。で、この赤コインもね、揃えていくと得点が上がるみたいな。で、これは、あー、取りきれなかったけど、まあいいや。今のスターを取ると秒数が増えるっていう。そういう仕様だね。これ下だけでいいはず。OK。ここ入ります。で、そうすると、OK、赤コインか。赤コイン取ります。で、これは、卵が無限に出てくる。で、無限というか、あれだね。6個までだよね。うん。6個まで持ち運べて、卵がついてくる感じなんで。で、ワンナップもしっかりあるんで、取っていこうと。ああいう感じで、OK。で、これも、秒数増やした。ああ。おお、ちょっと難しいな。これも確か、この辺で固定できるんだよね。で、こうか。よーし。OK。23秒。上のコイン取る必要あるかな?まあ一応全部取っていくか。OK。赤コインが何枚かあると思うので、OK。
しっかり撮ってくる。いやでもこの画質でさ GBA ができるってありがたいよね本当に。ゲームボーイプレイヤーだとちょっと画質がって思ってたのを HDMI で出力したかったんですよね。でそれが叶ったのでぜひね実況したいと思ってっていう形で、今の花取ってはい倒す。卵が少ないけどこれ3つ目取ります。もうどんどん行こうか。でこれねとりあえず卵貯めて破壊していくと。危ない。あーミスった。早く早く画面の上の数字が0になるまで助けないと。うんそうね連れてっちゃう連れてかれちゃうよっていう。 OK28 秒秒ではないかこれカウントか。いよ花ができます。もうこの辺もね、ほんと何回もやり込んだ感じがね、して。あ、気読みしちゃう感じ。あ、そうか、これもあるか。ここに花があって、あ、そうそうそう、ここにもあるわ。で、これで余裕で30秒超えてきましたと。マックスが30。なので、まあ、これ以上スターを取る必要はないけど、花は取っておこう。で、ワンナップして、赤コインが全部集まったっぽいね、今。音が変わってた。で、これ押してって、OK。倒すと。ま、これも、スターだよね。あ、スターがもうない。コインだ。だから、あとは倒されなければ、これで完璧。いや、このゴールのシーンも懐かしいわ。あ、結局ダメ。ボーナスステージ、そう。あの花に当たると、ボーナスステージが始まると。いう感じで、まずはトータル100点。はい、OK。といった感じで、進んでいきます。次、ピンクヨッシーに渡すと。いきましょう。ワールド1の2、巨大ワンワン注意。ま、巨大ワンワン注意。ま、このステージもね、めっちゃやったわ。ああやってワンワンが上から吹っ飛んでくるっていう感じで。あーっていうね。今のわざとではないわ。普通にいけると思っちゃった。で、やり直しと。で、卵もゼロになっちゃうか。花だけしっかり集めてこうか。コインとね。で、ここも、あ、ここも来る。まあ、注意しながら、OK、花獲得。この辺も、気をつけながらと。これ、ヒップドロップで、うん、ぶっ壊せるんだよね。ただ、あとは、30秒にしないといけない。15秒を。で、このリングをくぐると、失敗したとき、こっからやり直せる。いわゆる中間。ってことだよね。下で卵を作って、はいはいはい、覚えてます。で、このスター取っといて、スターというか星か。で、これは破壊できるんだよね。オッケーオッケーオッケー。これさ、上行けないっけ？これで、踏ん張りで、あー、いけるか。ちょっと上見れないね。これで全部取れてるかな？ちなみにここも入れる。あ、入れないわ。全然入れんかった。一匹ゲットしといて、上に飛ぶと。で、まあ、全ステージ100点とかは目指しません。やれるところは100点目指すけど。まずはまあ、クリア、一周クリア目的で、やっていこうと、思います。で、これ右。
どういう感じだったかな。で、ここ左は、あ、ここも中間があるか。中間二つもある。なかなか珍しいね。で、あ、これは、あ、セレクトを押せば、成績が見れると。なるほど。あ、これで、あ、もう見れるんだ。こんな機能あったっけ？全然覚えてねえわ、そこは。あー、で、これね。これは、まあ一つの特徴だね。こういうヘリコプターになれたり、確か潜水艦とかそういうのもあったと思う。で、ダメージ受けちゃうとあれだけど、ここで一個取る。あー、なるほど。で、これ。これ上のがいいわ、上のが。いや、これちょっと。あ、戻されるこれ。確か戻されるんだよね。うん。で、やり直しが効く。あ、だったらこれ何回やって、何回もやってこれ100点目指せる感じはあるね。なので、進んじゃって、ここも確かあるんじゃない？ここ。あるよね。で、確か補充が、あ、ここで。あ、これ戻っちゃうね。よかったかな。結構1ステージ広めで、あ、上があるわ。まあいいや、しょうがない。ここは諦めよう。上ルートもあったけど、まあ、80点ぐらい取れればいいんじゃない？あ、で、ワンナップ。あー、ワンナップ取れなかったん。おっと、危ない。あれ、でも、花。あー、赤コインがね、全部取れてないのかな、これ。多分、そんな感じ。まあ、花取れてりゃ、ここでボーナスに入りやすいから、で、またボーナスじゃないの？まあ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 、いいでしょう。これで、97、あと3点だった。まあ、いいでしょう。197点と。そして1の3に入っていきます。どこまでやろう。プチパックンの洞窟と、いう感じで入っていきます。これは、ここ特に、あ、あったわー。こういう隠し要素も多いよね。で、ワンナップ獲得。これありがたい。こっちは確かなんもないか。あ、なんもない。じゃあもう行こう。プチパックンの洞窟と、おっと、いきなり、でかい石に襲われるという感じのスタート。ここは必殺ヒップドロップ、OK。懐かしい。おー、いっぱい取れる。ああ、これがプチパックンか。おったおった。で、しっかりぶん投げて、オッケー。で、ここも、しっかり食べていくと。まあ、基本的にヨッシーって強いよね。マリオとかよりも多分。ジャンプ力もあって、で、赤ちゃんっていうシステムだから、別に大きくなるとかちっちゃくなるとかないもんね。じっくりいけいけ。まあ、そのまま。あ、ここで帰れたりするんだ。へえ。なんかこれ、離して投げるとかもあるみたいなんですよ。操作方法で。まあ、だけど、そのままでいいでしょう。トゥーン。いきなり、ドカンと引っかかってしまった。これは、踏むしかねえか。まあまあまあ。ここで、フラワー。獲得して、あー、懐かしいのがある。ちょっと待って、あれやろう。ここでまず中間取っちゃって、どっかに鍵があるんだよ。で、その鍵でここを開けると、なんかボーナスステージみたいなの入れるんで、ボーナスステージとかボーナスゲームか。それやりたいね。で、もう30秒になる。で、
花も獲得して、こっちかな。あー懐かしい、これ。あ、ここに OK 取れた。上になんかあったな今。あー、いかん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 、 OK。 上になんかあったからこれ取って、これ鍵じゃない？あ、違う。30秒にとりあえずしておいて、あ、鍵あった。今鍵あったよね。あったあったあった。この辺。オッケー。鍵獲得したから、これ一回戻ります。踏み潰される。危ない。ここの鍵を開けると。なあ、このボーナスゲームもまた面白い。いや、懐かしい BGM。風船投げバトル。メーターがいっぱいになるまでにコマンドを入力して風船を渡す。風船が爆発した時持っていた方の負け。ヨシが勝つとワンナップ。ああ、あった。うわ、あったあったあった。コマンドバトルと。懐かしい。あ、おー、なるほど。はいはいはい。うん、間違えていく、こうか。で、どんどん風船が膨らむんだよね。で、割れた方で、割れた時に持っていた方の負けと。まだまだいけるよ。まだまだいける。あ、間違えた。RLB 左。OKOKOK。そろそろか？やばい。これ、危ない。いったんじゃないか。うわ、マジで？え、でも、それは無理だって。今のは仕方ない。まあ、中盤のミスが痛かったね。まあ、ただ負けたからといって特に、ペナルティはないんで。まあいいでしょう。これは、もう結構いけんじゃないか？花も、うっそーん。待て、落ち着いて、ここは回収して。これも左は行かなくていいと思う。うわー。しっかり回収。30秒じゃないかな、これ。あ、ここあるんじゃない？あー、これか。あ、ワンナップね。ワンナップ多いね。こんなにあったっけ？で、これ、そうだね。このプチパックン状態だと、ここ怪しくない？何にもないか？何もないか？で、これ、あー、ここあるわ。こういう感じ。あー。いやー、さすがに、やってた時よりは、上手くなってると思う。で、右まで行って、まあ、これでほぼほぼかな。100点ではないですけど、赤コイン集めるのがちょっと大変かもね。っていう感じで、OK、ワンナップも獲得して、ジャンプ !OK! さあ、1の3までクリア。また、ちょっとボーナスやりたいな。ボーナスやりたいんですけど。まあいいか、91点。あ、スターがあれか。100点じゃなかったか。ワンナップゲット、また結構ワンナップもらえるね。はい、ということで、今回ラストにしようか。1ワールド2パートぐらいでやっていこうか。ビッグドンブリの砦と。あー、うわ、夏。これは、あ、そうそうそう、これ、上から当てないといけないんだよね。違う。もうちょっと角度が、この辺？あー、あっち、あ、これでいいんだ。落とせばいいのか。うん、これで落ちるわ。あ、当てればいいだけか。そういうことか。これ赤コインとかないっけ？
危ない危ない、倒れてくる。そう、壁が倒れてくるんだよね。それに注意しつつ、走っていきますと、もうどん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 ダッシュしていけばいいんじゃないかなと、いった感じでビヨンと飛んでいく。結構キャラクターが独特だよね、このシリー、ヨッシーアイランドって。で、こいつ食えない。確かヒップドロップで倒せなかったっけ。え、あー、マジで危ない危ない。まずは花を取って、これヒップドロップで倒せるかちょっと確認しよう。 OK だよね。わお普通にミスった。ここで、あー、まあいいや、まあいいや、もう行こうもう行っちゃおう、もう行っちゃおう。左で、ここジャンプ。いや、覚えてる覚えてる、めちゃくちゃ覚えてる。で、これは卵取っときたいか。あ、これ投げても倒せるか。あ、そうかそうか、じゃあ余裕だね。 OK、 卵6個装備にしといての。あー、懐かしいねこれ。そしてレーリフトに乗っていきますと、まあ、この辺ね、踏ん張りジャンプの恩恵が素晴らしいので、あ、もう一回戻ろうか。で、これ取って OK。 あー、 OK、 もう行っちゃおう。いや、今のところ全部取れてる。あー、待って、今なんかさ、今なんかなかった、まあいいやなんか今あった気がするわ。これも OK、 29、まあいいでしょう。で、これを橋を作っていくと OK。 で、下のやつが食ってくんだよね、なんか確か。これここもじゃない、 OKOKOK。 うわ、懐かしい、あったあった、これね。で、これギリギリまで OK、 こういう感じでね、まあいけるでしょ OK。で、これもちょっと気をつけながら、難しいな、気をつけながら、気をつけながら行きたいんだけど、大丈夫か。あー、いけるね、 OK。 で、鍵を取ってこないといけないと、鍵を取ってこないと、あ、もうロックあるか。あー、でかいやつね、懐かしいね。あー、で、そうか、花瓶を落として割って、そう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 、で取ると。で、こいつってこれで、あ、沈ませることができると。別に倒せるわけではないと。さあ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 、行こう行こう。で、取って、おっと危ない、難しいね、まあいいや。中間があるな。あ、あ、中間、これはこれなんだ。あー、で、花か。あー、だな。あれでもさ、花全然集まってないわ。まあ、いっか。行っちゃおうか。あ、やべ。卵がないわ。卵なし状態。まあ、いいや。はい、ヨッシーちゃん。そんなに赤ん坊の味方をしたいなら、こいつのパンツをずらしてごらん。あったあった。最初の中ボス戦。行きましょう。で、卵何回か当てるだけ。で、まずはここで、ここで、てか、ここ無敵なんで。で、あー、BGM いいね。この辺で卵回収。で、卵回収。OK。で、ずらすと。あ、結構、硬直長えな。で、
卵回収。おーおーいで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 マジで。あー30秒の夢が果たれてしまった。そろそろかな。おー結構飛んでくるね。まあこれでいったんじゃない。 OK。 恥ずかしくて真っ赤っかに。 OK。 安定した面白さあるよねこういうの。 OKOKOK。 81点。ぼちぼちか。1個花逃したな。まあいいや。3アップゲット。めっちゃワンアップする。こんなワンアップしてたんだ。はい。ということで、次回1の5からです。また次回でしょ。お疲れ様でした。さよなら。